阿蘇市浪野在住の阿南重次さん83歳と美代子夫人78歳のご夫婦が 42.195キロ フルマラソン完走合計最高齢161歳記録としてギネスブックに認定されました。阿南さんご夫婦は4月13日に鹿児島県指宿市で行われた指宿菜の花マラソン大会で 42.195キロを7時間36分33秒で一緒にゴールした年齢が161歳ということが認定されたということです。この大会は8時間以内で走らなくてはならないというルールがあり、ペースを作っていくことが一番難しかったと阿南重次さんはおっしゃっていました。夢は山を育てること、自分が育て出して45年の山を200年、300年と子供の代まで続けていってほしいと話す重次さんは、同年代の方々にも年齢を気にしてこの年ではと言わずに何歳になっても頑張ればやれるということを分かってほしいと話していました。最後に重次さんはこれからも記録更新を目指して頑張ると話し、奥様の美代子さんはマラソンは夫婦の楽しみ、これからも続けたいと話してくださいました。